藤井くん。こんにちは。いろいろ迷ったんだけど、結局。うん。何人かに誘われたけど、でも一つのサークル選んじゃうと他の誘い全部断ることになっちゃうでしょ。全部のサークル掛け持ちできるほど時間もないし、だから全部公平に断っちゃった。八方美人かな。でも中に入って自分でやろうなんて思ってもみなかったから。あ、どうして。あ、うん。でも舞台の上とか上がるの考えたら。最初は役者さんっていいなって思ってたの。自分以外のどんなものにだって慣れちゃえて。だから私も役者さんになったら自分じゃない別の何かになれるかなって、そんな風に思って。でもね、私すごく育児なしだったから別の何かになる前に役者さんになれなかったんだよね。勇気がなくって本当に弱虫で嫌になっちゃうわよね。え、だって仕方ないじゃない、弱虫なんだから。